長崎原爆資料館の展示リニューアルは、長崎市が被爆80年周年記念事業として進めているものです。時代の変化に対応した展示を目指し、有識者らで作る審議会で検討が進められていますが、原爆に至る日本の加害の歴史の展示の在り方をめぐり、審議会の中で賛否が分かれています。市が去年12月から行ったパブリックコメントでも、 160人から200件を超える意見が寄せられそのうちおよそ7割が加害を含む歴史展示に関する意見でしたこのため長崎市は慎重かつ丁寧な検討を進めるため時間を確保する必要があるとして被爆80年にあたる来年度の末を予定していたリニューアル完了時期を再来年度末以降に延期その間、市民参加のワークショワークショップを開いて より幅広い市民の声を聞く機会を設ける方針です。ワークショップは来年度、数十名規模で3回の開催が予定されています。